千葉グリーンバス株式会社は、千葉県桜市を中心に、路線バス、都市間高速バスを運行する、京成グループのバス事業者である、京成電鉄の連結子会社。本社は、京成桜駅に近い千葉県桜市かくにあり、多町車庫を併設する。2000年2月9日、京成電鉄のバス営業所の一つであった、桜営業所を分社化して設立された。 桜市内のほとんどのバス路線を独占に近い形で営業している。また、有楽町駅、新橋駅から京成桜駅への深夜急行バスも運行している。千葉グリーンバスとしての営業開始は2000年7月16日で、その時に京成電鉄からほとんどの路線が移管されている。ただし、北総、高段線のイン日本医大駅開業の関係で、 工日の陰馬学園線のみ7月22日に移管されたため、厳密には桜営業所は同年7月21日まで存続していたことになる。なお、京成電鉄時代は本社庫である田町社庫のほかに花見川団地線を主体とする花見川社庫も担当していたが、2000年7月16日の分社化にあたり、花見川社庫は長沼営業所の分社庫となった。 また同時に、田町車庫担当の各営団地線も花見川車庫へ移管され、京成電鉄による運行を継続していた。その後、2012年10月16日には、各営団地線も、京成バスから千葉グリーンバスへ移管された。2008年3月15日より、陰馬学園線や桜市循環バスなど一部を除く、すべての路線で、パスもスイカの取り扱いが開始された。 千葉グリーンバスの路線では、系統番号は未導入であるが、各営団地線は、京成バスからの移管前に、系統番号が付与されていたため、移管後も引き続き系統番号を使用している。千葉グリーンバスは、京成電鉄からの分社化により設立した会社であるが、その形成としての桜地区のバス路線は、地元の事業者の買収により成立したもので、最初の路線ができたのは、 大正時代にまで遡る。佐藤信行、暴走の乗り合い自動車によれば、桜駅周辺のバスは、大正時代に、桜駅近くの県坂旅館による県坂自動車が、千葉桜及び、四川の並木岩富を開通したことに始まるとある。ここでの岩富は、現、岩富バス停ではなく岩富町付近、すなわちバス停では、町方あたりを指す。その後、 昭和になって岩富市線が八幡まで延長され、後に桜に至る線も成田まで延長された。その後、桜自動車の全線は鳴門自動車に譲渡された。これ以後、桜のバスはしばらくの間鳴門に営業所を置くことになる。そして終戦前年の1944年には鳴門自動車が京成に買収されることとなり、 桜地区のバスも同様に形成に移った。したがって桜地区の形成バスは当初から独自の営業所があったわけではなく、まずは鳴門営業所の管理のもとに運行されていた。戦後しばらくの営業所の状況は不明であるが、京成電鉄55年史によれば、1955年に田町車庫が運用を開始したとある。その時は、 現在の国立博物館入り口停留所の南側に車庫が設置された。その5年後の1960年には、ナルト車庫が営業所として独立した。すなわち、ナルト営業所は1944年に設立したものの、その後いずれかの時期に一旦廃止されたということで、あるらしい。ちなみに1960年のナルト営業所の新設の際に、 桜・ナルトを直通する路線もいくつか設定されており、桜とナルトとの連絡が強化されたということができる。その状況の中で、桜地区においても市内を網羅するようにバス路線が新設されていった。京成電鉄55年市から下の表に1966年当時のナルト営業所の路線を示す。京成電鉄55年市より、 桜の場合は鉄道に関して言えば、国鉄より京成電鉄の方が立地条件的に優位に立っており、運行本数も多かった。しかし、京成電鉄の場合は、桜市域から8000台、奈良市の船橋等に行くには便利であるが、県庁所在地の千葉市へ行くには不便である。これを解消すべく、桜市内の京成各駅からは、 千葉駅に至る路線が張り巡らされるようになった。なお、桜市内の場合は1966年当時、京成各駅から千葉に至っていた路線は、上志津線、井野線、宇井線、成田線が該当する。特に、宇井線は、戦後の1953年の開通であり、四つ街道を通ることもあって、それなりの存在意義があった。昭和40年代になると、 千葉交通との乗り入れにより運行された成田線は分割されることとなり、京成は京成千葉駅京成桜駅、千葉交通は国鉄桜駅京成成田駅となった。また、同じく成田方面に至っていた桜市内線も分割され、それぞれは打線、日赤線となった。その後、1971年4月1日に玉木車庫は、 独立して桜営業所となった。従って営業所としての始まりは比較的最近である。なお、花見川車庫はこれよりも前の1970年に開設されており、当初はナルト営業所担当だった。1974年、国鉄総武本線が長子まで全線電化された。国鉄千葉鉄道管理局は運行本数の充実とスピードアップ。 さらには、東京駅直通の快速電車や特急、使用債を投入して、犯行に出た。この結果、京成は、千葉県内完結の長大な一般路線バスを走らせる意義が薄れ出した。1989年になると、新門停留場の南側に、第三工業団地停留所が新設され、そこまでの折り返し便が設けられた。これを機に、桜駅、 新門館を走る各線は、新門を境に運行本数に差ができ始めた。さらに大きな転機となったのは、1991年の千葉都市モノレールの千葉駅乗り入れである。この時、船橋営業所から鳴門営業所までに至る大規模な路線改変が行われた。桜営業所については、薄井線の四街道駅での分割、千葉線の津賀駅での分割が行われ、 桜千葉間を直通する路線が消滅した。しかし、昭和末期までは桜市内の路線網はほぼ維持されていたと言える。以上のような経緯を経て、桜営業所は千葉グリーンバスとして独立分社化した。独立にあたり、花見川各線と角営団地線は輸送密度の点から形成による直轄の運行に耐えうると判断され、分社の範囲から外れた。 これに伴い、角営団地線は、花火川車庫担当となり、同車庫は長沼営業所の所管となった。グリーンバスとしての独立後は、本佐総線の成田市からの撤退、高崎線、三角線の八幡市からの撤退等、輸送密度の低い区間の整理を推進するとともに、松が、岡線、物井線のように、JR 桜駅周辺の営業線の新設を行い、 市外輸送から市内輸送へ特化しようとした。ところが、京成バスが東京駅直通の短距離都市間高速バス、マイタウン、ダイレクトバスに参入して、好評を得たため、2010年にグリーンバスも参入。これにより、東京都への本格的な進出が実現した。三角線新門線は、京成桜駅から JR 桜駅を経由して、新門まで南下し、 各方面に散らばる路線の総称である。京成時代は行き先に応じて、和田線、岩富線、まだら線の3線九9月まではこれに加えて、千葉線もあった。が、それぞれ、名前を名乗っていたが、末端部の運行本数が、かなり少なくなってきたため、グリーンバス下にあたり名前をまとめられた。和田系統をここで取り上げた、和田発着便は、新門から東側に進み、和田市所、 和田まで至る。昭和40年代には桜市内線という名称で、市内幹線の役割を担っており、和田まで行く便の頻度も約1時間おきであった。しかし、その後は、減便が続き、特に1989年に、第三工業団地折り返し便ができてからは和田まで、行く便の減少が顕著であった。2011年1月16日のダイヤ改正では、 2010年11月25日から開始した桜市南部地域デマンド交通実証運行により同エリアの公共交通が確保されたことの影響でデマンド交通の運行時間帯の和田系統の運行は廃止された。また、このダイヤ改正に伴い平日一往復残存していた宮本経由は高段中央経由に変更され旧来ルートの宮本経由が消滅したことになる。 なお、和田系統で廃止された便は、第三工業団地系統に振り替えとなり、デマンド交通エリア外の運行本数は維持している。その後、2019年1月16日のダイヤ改正により、和田方面は桜市、コミュニティバスが拡充されることになり、早朝一本の京成桜駅方向以外は、一般路線バスとしては廃止となった。 第三工業団地系統新門線の内に田った上入口発着便はもともと岩富線と呼ばれており、桜岩富八幡区間を走っていた。JR と並行する区間がほとんどなく、平成諸島は桜八幡間に1時間に1本程度の頻度で走っていたが、その後、第三工業団地停留所ができそこまでの折り返し便が急増した。結局、 2003年4月にこの線の桜市内の東端である岩富地区の日田城入口停留所までに短縮され、市内で路線完結するようになった。また、日田城入口停留所では折り返しできず、第三工業団地折り返し場と日田城入口停留所は距離がそれほど離れていないため、日田城入口停留所近くの信号を曲がり、そのまま、 第三工業団地折り返し場とを行き来する。そのほとんどは、高段中央経由で、ルート的には、直線の宿向き経由は、平日一往復に限られていた。この日田城入口系統について、2011年1月16日のダイヤ改正では、2010年11月25日から、開始した、桜市南部地域デマンド交通実証運行により、 同エリアの公共交通が確保されたこと、第三工業団地系統と異なる独自区間が、わずかにもかかわらず本数で有利な新門バス停や、第三工業団地バス停がほぼと保険内であり、利用者がほとんど見込めない状態となっていること等から、大幅に減便されて、高段中央経由新田上入口コと、宿向き経由形成桜駅業が、平日朝一本のみ運転となった。 また、このダイヤ改正に伴い、往復で経由が異なることとなったため、高段入り口バス停は、日田上入り口港の片道平日一本、宿向きバス停、高口バス停は、京成桜井企業の片道平日一本と、変則的な運行体制になった。なお、日田上入り口系統で廃止された便は、第三工業団地系統に、振り替えとなり、 デマンド交通エリア外の運行本数は維持している。その後、和田系統や西五門系統と異なり生活維持路線としての路線ではなかったことから、新田城入口系統の独自区間部分を経由するように高速バス桜インターチェンジルートの経路変更が行われ、経路のみ活用され、残った一往復は第三工業団地系統に振り替えの上、 2011年4月16日のダイヤ改正をもって、新田城入口系統は廃止された。マダラ坂上、西五門系統西五門発着便は、新門から西へを折れ、マダラ地区を経由してから、並木まで行った後、県道経由で八幡側に戻って、坂戸から桜市南端の西五門に入る。この路線は、今も昔も中型車を使用している。以前は、 新門から先で旧道を走り、八坂神社から坂戸まで、ショートカット運行していた。この新門、まだら八坂神社まだら坂下、坂戸間は、道が狭く、特に、八坂神社坂戸間は、ワンマン運行が困難であった。また、終点の西五門も、平成諸島までは、折り返し場がなく、ワンマンでの折り返しが困難であった。このため、当時のまだら線は、 ワンマンカーになってからも、途中の八坂神社より誘導員が乗車していた、現在は並木を経由するようになっている。西五門は、桜市の南端であり、千葉市との市境も近い。実際、西五門から、千葉市、コミュニティバス、お孫バスの内駒湖まではそう遠くなく、30分ほどで、歩いていける。なお、以前は西五門形成桜駅市役所、田町車庫という便も存在しており、 これは JR 駅から直通するのでなく、二番町経由で京成駅まで坂を降り、その後、もう一度坂を登ってから市役所側に入るというものだった。このルートでは、走行する道路に重複区間があるものの、停留所では重複するものがなかった。このほ九1991年6月12日までは、田町車庫まダラや坂神社並木八幡駅という瓶が一本だけあった。 八坂神社並木も、旧道経由であった。道統計書により、この便が1986年以降、運行されていたことはわかるのだが、それより前については、統計がないので詳しくわからない。なお、道便は、八街駅に着くと、飯塚入口まで改装し、そこから再び並木、八坂神社、まだら経由で、田町車庫に戻っていた。 2011年1月16日のダイヤ改正では、同じ新門線の和田系統、新田城入口系統のような年度途中の減便は、されず、若干の時刻調整のみとなった。しかし、2010年11月25日から開始した、桜市南部地域デマンド交通実証運行エリアと、西五門系統の並木バス停、 川村美術館バス停付近から終点の西五門バス停までの区間が重複する。その影響により、2011年4月に西五門系統の日中の運行区間の短縮化を含むダイヤ改正を行うことはすでに発表されていた。その後2011年1月の予告通り、2011年4月16日の改正では、デマンド交通の運行時間帯の西五門系統の 運行は、マダラ坂上西五門館において、区間廃止され、同時に、マダラ坂上折り返し便が新設された。マダラ坂上折り返し便の新設をすることで、デマンド交通エリア外の運行本数はすべて維持、している。しかし、その後デマンド交通は廃止された。二0 1九年一月十六日のダイヤ改正で、町方から、西五門間は、日中は、桜市、 コミュニティバスが、物井駅から都線上大駅から運行されるようになり、コミュニティバスの本数が大幅に増え、実質的な代替路線になっている。ただし西五門発着の一般路線バスも早朝と、夜の1日日本だけは残っている。宇水線に四つ街道方面京成桜駅、または、玉地車庫から宇水駅に向かい、そこから南に向かって、千代田団地、栗山などを経由しながら、 四街道駅へ至る路線である。1998年1月16日までは、途中アゼタを経由する便やハトリ線もあった。1991年6月11日までは、京成桜駅千葉中央駅を運行していたが、現在は四街道駅を境に、千葉四街道線と分割されている。全線を通して利用する人は少ないものの、 薄水駅を境にして細かく効率よく利用されている路線である。なお、従来は国立病院療養センター経由がなかったが、もともと経由していたシズ線が減便され、1時間に1本の経由を確保することができなくなったために、現在ではこの線に経由便が半数程度当てられている。静方面桜から静方面に至る路線はもともと、 静ズといい、1958年に、今の国道296号線に沿って、薄駅、静駅入り口、貸し城を経由して、大和田駅まで開通した。開通当時は、沿線の駅間距離が長いことから、鉄道に並行する路線ながらも機能を果たしていたが、その後、勝田大駅、ユーカリが丘駅の開業に伴い、路線短縮及び減便となった。この間に、 薄水駅周辺については、同駅が上の側に500メートル移設されたこと等から、大時代を通るようにルートが変更された。結局、大時代三丁目、上静入り口間は乗客がほとんどなく、1997年に廃止された。現在運行されている東方大佐総病院を経由するものは、1984年に開通している。当初は、 桜成功経由と称し、各営団地線の出入庫便に数便が追加された程度であったため、他線に比べ運行頻度及び運行間隔ともに実用的とは言いがたかった。上静、入口便が廃止されたことにより、その一部の便が振り当てられて、若干増便されてきた。ただし、静駅南口薄い駅の折り返し便が多い。第二次線第二次線は、 静駅南口と四街道駅を結ぶ路線である。もともとは、薄い線の甲で触れた静線と、上静線、井野線の3線があったが、複雑な路線改変の後に、2000年2月以降は、静図書館を経由する一本の路線となった。なお、途中の大日中央以南は、千葉内陸バスも同一区間で運行を行っている。これは、 1989年に運行開始されたが、第2中央停留所はその時に設けられたものである。ソメイノ団地線京成薄い駅から南側に向かう団地路線である。ソメイノは東急不動産、大林や仕組などによって開発された一戸建ての住宅地である。団地を南下していく便と東側を循環する便があり、約1、3の便が循環線となる。 終点ソメイの南は、千代田小学校停留所とほとんど同じ場所にある。乗降方法と、運賃支払い方法は2012年3月16日から、薄駅発ソメイの南行きは、中乗り前折り子払い、ソメイの南発薄駅行きと循環便は、前乗り中折り先払いを採用している。本佐総線本桜線は、JR 桜駅、玉地車庫 京成桜駅から京成四水駅に向かう路線である。全区間が京成電鉄本線に並行しているが、若干線路より離れたところを走っており、現在でも一定数の乗客は存在している。同線はもともと、成田線、桜市内線、馬橋線、七坂線という四つの路線が、それぞれ短縮されて一つの路線にまとまったものである。以下、 平成初期までの各線の経緯を示す。成田線は、戦後間もなく千葉交通との相互乗り入れを行うことで、京成千葉駅成田三門前を運行していた。その後、路線長が長すぎることからか昭和40年代に、京成は京成千葉駅京成桜駅、千葉交通は国鉄桜駅京成成田駅間の運行に分割された。ただし、成にはこのに、 桜市内線として、和、ま、田国鉄桜駅、京成桜駅、日赤病院間を運行していたので、これを国鉄桜駅、または京成桜駅で分割し、日赤線として国鉄桜駅日赤病院間の運行を継続した。この便は、その後減便にこそなったが、平成初期まで区間をそのままに維持し続けた。奈良栄線は1956年に、 富里村の中心地である七栄まで開通した。当時、七栄地区は、千葉交通がすでに路線を走らせており、京成が乗り入れたのは、桜への足を新しく設けたかったということのようで、ある。結局、京成としてはこの路線しかなかったことから、中途半端な存在となり、あまり時を経ずに、途中の隅入り口までに短縮された。その後、 ここで折り返すことがあまり効果的でなかったことや、四水駅西川の中央台が町として発展してきたことから、1987年に途中の横丁で方向を海中央台経由で、京成四水駅に向かうようにルートを変更した。なお、京成が7、境から撤退したことで、千葉交通が代替路線を運行したが、右予曲折を経て、結局廃止になってしまった。 止水駅方面から7境に至るバス路線はしばらくなかったが近年富里市が運行させているコミュニティバス、里バスとして運行を開始している。また以前は京成、JR 止水駅、止水プレミアムアウトレットを結ぶ路線が横丁や隅入り口を経由するが駅からアウトレットまでの間のノンストップである急行便となっていた。近年、 このアウトレット系統の急行バスは、平日のみ、全便が、四水町役場に停車するようになったため、利便性が大きく向上した。馬橋線は1960年に開通し、当初は、田町車庫上本桜、馬橋入口南四水駅、和田支所三角という区間だった。このうち、馬橋入口、和田支所、 新門館については桜市内線と重複する区間が長く、同線で輸送のほとんどをカバーできることから早々に短縮され、京成桜駅、馬走り口間のみとなり、日赤線の一部となった。これにより、独自区間は上本桜、馬走り口間だけとなった。しかし、この区間は途中停留所が新包入口の一つしかなく、 終点の馬橋入口停留所も南四水駅に近接していたため、独自便として運行する意味はあまりなく、平成初期には4往復の運行に過ぎなかった。以上を経て、平成初期には JR 桜駅、京成桜駅日赤病院、京成四水駅、馬橋入口として運行を行った。JR 桜駅発着便も京成桜駅を経由していたが、 京成駅付近の道路が一方通行であったため、迂回上に運行していた。そのルートを数に示すが、JR 桜駅行便については、イン市町停留所を二度通っていた。高崎線高崎線は、1960年に大関線の名称で、田町車庫高崎有立部大関八幡駅間を開通したのが始まりである。1956年に開通した。 岩富線と同様に八幡駅を発着する路線であったが、岩富線が桜市内の背骨を縦貫するのに比べ、大関線は東側のやや住居密度の低いところを走り、しかも南側は江ノ木戸駅八幡駅を完全並行していた。このため、総武本線の運行頻度が上がるにつれて、並行区間の存在意義は薄れていき、過半数の便が桜市内である。 途中の売りつぼまでの運行となっていた。その後、売りつぼやちま間を廃止しているが、現在では、総運行回数自体が極めて少なくなっており、残存区間も安定しているとは言い難い状況である。なお、この線は、独自区間に狭外な道路が存在することから、必ず中型車で運行される。2011年1月16日のダイヤ改正では、 2010年11月25日から開始した桜市南部地域でマンド交通実証運行により高崎線の主たるエリアの公共交通が確保された影響からデマンド交通の運行時間帯の高崎線の運行は廃止された。なお、高崎線の運行経路にはデマンド交通の運行エリア外となるバス停が複数存在するが、三角線のような本数維持の配慮はされず、 順元である。その後、デマンド交通が廃止になり、桜市、コミュニティバスが拡充されることになった。その結果、2019年1月16日のダイヤ改正で売りつぼ方面は、桜市、コミュニティバスが担当することになり、一般路線バスは、売りつぼではなく、雇い公民館に向かうように変更され、和田小学校売りつぼ館は廃止となった。その結果、天台と、 米田入り口バス停は廃止になっている。その代わり売りつぼ方面は道路線では田さと館まで向かうと、下勝田南市水駅方面とのコミュニティバスと接続するようになっている。また、新門では三角市発の売りつぼ方面のコミュニティバスと接続している。このコミュニティバスと重複するため、高崎線の売りつぼ行きが廃止とし、引き換えに、 八戸地区の八戸公民館まで高崎線を延伸した。その終点の八戸公民館では、千条大駅や物井駅から来る桜市コミュニティバス西五門行と接続し、逆に西五門からの桜市コミュニティバスは、八戸公民館で桜港の道路線と原則接続する。なお、道路線の最終便の桜駅発は三角まりである。 白銀ニュータウン線1990年に開通した比較的新しい路線である。開通当時は1時間に1本だったが、現在は住宅が立ち並び本数もかなり増えている。路線長が短いながらも車窓の景色はコロコロ変わるのが特徴である。1998年より桜小学校経由から桜高校経由となり、 線形の改善と同時に新規需要を期待できるようになった。なお、白銀ニュータウン停留所の先は国道51号線とぶつかっているがそこにはバスが走っていない。2001年8月より朝夕に限って JR 桜駅発着便が運行されることとなった。この便はさらに西側に、かぶら町一丁目経由で田町車庫に至る出入庫便がある。 順大線京成支水駅に到着する CG-189 号車順大線及び、陰馬学園線は JR 支水駅、または京成支水駅西口から順天堂大学を経由して陰西市陰馬地区方面に向かう路線である。この路線の走る地区はもともと道地区南側の中の台を南端として、それ以北の道路しかなかった。また、この地域には、 万堂自動車が、木下駅、京成雨水駅等から六号小学校を経由して、中の台までのバス路線を運行していた。すなわち、その当時は、京成四水駅から直線距離が近かったにもかかわらず、印西市印馬地区の最も不便な場所になっていた。その後、平賀地区に順天堂大学と住宅地ができることとなり、京成四水駅に口中の台を結ぶ道路が作られた。 こうして、支水駅近辺が気運行エリアにあった京成バスが、平成諸島に学園台までの路線を開通することとなった。なお、開通当初、京成駅始発便については、東側の京成支水駅、折り返し場を始発としていた。他線との接続の意味合いもあったのかもしれないが、大多数の乗客が西口で乗降していたために、ほどなく西口発着に短縮された。 この路線の開通により、中野大学園大入り口間は、坂道自動車と路線が重複することとなった。当時の坂道の路線はすでに陸号小学校への通学路線としての役割しかなく、学園大の町開きに伴い、1990年4月に平賀小学校ができると、路線の存続意義がなくなり、ほどなく廃止となった。しかし、中学校へのアクセス等、 平賀地区と役場を結ぶ路線は必要であるため、坂道路線の代替として、京成が学園台便の一部を日大北総病院にまで延長した。なお、延長便は平日に3往復のみ運行され、学園台を経由してから病院に至っていた。2000年7月22日に、インバ日本医大駅が開業し、旧陰馬村主導のもとに、 同駅の周辺路線をすべて補助対象に切り替えられた。これにより、学園台線は、学園台を発着する便が千葉、グリーンの自主運行路線、インバ日本遺体駅発着便が、旧インバ村補助対象路線に区分され、それぞれ巡大線、インバ学園線と解消した。校舎のインバ学園線は大幅に増発された上に、毎日運行に切り替えられた。 旧インバ村街との駅を結ぶ補助対象路線は、運賃が一律に300円と定められた。すなわち、京成出水駅学園大入口間については、インバ学園線が300円、巡大線がグリーンバス本来の区間性運賃であり、運賃額が異なることとなった。なお、両線は、この区間において停留所が若干異なっている。2009年2月インバ学園線に、 新型車両を導入。2019年4月1日から、インバ学園線は、千葉レインボーバスへ移管された。四水プレミアムアウトレット線、桜南高校線 JR 桜駅を出発する、CG-189 号車 JR、桜駅から桜南高校と大崎大地区への、アクセスのために開設された路線であり、基本的には循環運行である。 利用客が多いため、共愛区間があるが、大型車での運行となっている。2010年3月のダイヤ改正により、物井線の一部の便を移管する形で、大崎大公園、桜南高校経由物井駅行きが新設された。2011年7月21日には、休校日ダイヤが新設され、高校の春夏冬休み期間中は、 厳便されていたが、翌2012年10月9日の改正により、休校日ダイヤは廃止されて、桜南高校の休校日に影響しないダイヤに戻され、わずか1年強の期間で休校日ダイヤは、お蔵入りとなった。またこの改正により、大崎大公園、桜南高校経由物井駅行き系統は土曜、休日のみの運行に変更された。この JR 桜駅南口。 物井駅系統は2014年11月16日までで大田バス停が廃止され2015年1月12日の運行をもって路線廃止となった。松ヶ岡線 JR 桜駅を出発する CG-203 号車松ヶ岡線は JR 桜駅と桜インターの間に位置する当時台団地、松ヶ岡団地を中心とする 地域住民の要請により運行を開始した路線である。桜をもじったハローチェリーの愛称を持ち、専用塗装の車両2台と通常塗装の中型車1台で運行されていたが、2014年後半に一般塗装の日のポンチョが導入されたことに伴い、全便がポンチョでの運行となった。両団地は丘陵地にあるが、この線の開通以前は、 路線バスの団地内への乗り入れがなく、バスを利用するには、坂の上の桜街道まで出なければならなかった。例えば、道街道を走る三角線に、松が丘団地という停留所があるが、団地から、ここまでの間には、急な坂があり、しかも数百メートルから1キロメートル近い徒歩を強いられることとなる。松が丘線は、こうした不便を解消するため、 住民自らルートの選定に参画し、小型、中型車両によって、宅地内のアイロをきめ細かに走る、コミュニティバス的な路線となっている。基本的に平日は1時間に2本ラッシュ時には、最大4本が運行されていたが、2012年10月9日の改正で、初の大幅な減便改正が行われ、最大本数の時間帯でも1時間あたり3本となった。 2014年12月24日のダイヤ改正ではバス停留所名を松ヶ・丘松ヶ丘入り口松ヶ・丘レクケアセンター松岡丘下,下上で移設し時刻が改正されたまたこの改正から JR 桜駅発の行き先が松ヶ・丘から松ヶ・丘5号公園と変更された物井線京成桜駅と四つか同士の物井駅を 結ぶ路線であり、主に第二工業団地や新興住宅地である山郎地区への連絡手段として活用されている。物井駅に乗り入れるバス路線はこの路線が初である。1時間に1本程度運行されていたが、2010年3月16日のダイヤ改正で減便され、全く運行がない時間帯が増えた。この路線は JR 桜駅での発着場所が、 南高線経由、物以降は南口、京成桜発着便は北口と分かれており、乗り口が分かりにくく、少々不便であったこと、また JR 物井駅、JR 桜駅発着の電車との接続は考慮されておらず、地域住民からは利用しにくい面があった。また、京成桜発着便は、根郷、キのコ方面へ行く、三角線と異なり、 石川入口から第一工業団地、県営住宅第二工業団地中央、南部保健センターを経由し運行されている。寺崎線、寺崎線は、京成宇水駅と JR 桜駅の間を、ほぼ直線で結ぶ新しい道路の開通を受け、2009年8月に運行を開始した路線である。宇水駅から間のまでは、宇水線と同じ経路を走り、そこから振動に入って、 ソメイノを横断し、ハトリ、寺崎の水田地帯を抜けて、JR 桜駅に至る。運行当初は、日中の時間帯のみで、半数は、宇い駅と途中の寺崎北を結ぶ、折り返し便であったが、2009年11月16日の、ダイヤ改正により、すべての便が、宇い駅と JR 桜駅の間を往復する運行体系に改正され、 朝6時台より20時台まで1時間に1本程度の運行になることが同社より発表された。寺崎北停留場の前には大型ショッピングセンターのベーシア、ベーシア電気等がある。2012年10月9日のダイヤ改正では、運行開始後では、初となる減便改正が行われ、JR 駅発7時台、15時台、薄い駅発8時台、15時台の便が、 それぞれ一本ずつ廃止となった。2015年1月16日のダイヤ改正では、全日同一ダイヤだった、寺崎線に土曜休日ダイヤが設定された。本数は変わらないものの、始発繰り下げ、終車繰り上げ、各へ団地線形成線、静駅から駅の南側に広がる中静各へ団地に向かう路線である。 中静閣営団地は、閣営建設によって1965年から造成され、翌1966年に入居が開始された、桜市で最初の大規模住宅団地である。団地を走る路線でありながら、牛が久保や南中野といった古くからの小技を、停留除名としている。日中は、毎時3本、朝夕は5から6本前後運行される、短距離路線のため、 前の理中より、申告制作払い方式が採用されている。平日は、南中の行きの深夜バス持ち場グリーンバスへ移管された、当初まで運行されていたが、現在は深夜バスの運行をしていない。長らく京成電鉄、桜営業所が運行を担当してきたが、同営業所が千葉、グリーンバスに管される際、この路線は、京成電鉄による運行が継続されることとなり、 花見川車庫の受け持ちとなった。京成バス、長沼営業所花見川車庫担当時代に、系統番号、しずれいチが付与された。千葉グリーンバス設立後においては、桜市内では、各営団地線のみ、京成バスによる運行が継続されていたが、花見川車庫の廃止により、2012年10月16日を、もって千葉グリーンバスに移管された。その際、 京成バス時代に不満された系統番号が引き継がれた。2017年3月21日より、ユーカリが丘駅へ向かう系統を運行開始。平日のみ運行1日3往復。2020年3月1日より乗降方式が中乗り前折に変更。2021年3月1日より、勝田台駅へ向かう系統を運行開始と同時に、 ユーカリガオカ駅へ向かう系統の増便。下室線2020年4月1日、運行開始。もともとは、東方大学医療センター、桜病院と四街道駅、ユーカリガオカ駅を結んでいた、無料送迎バス一般路線化したものである。四街道駅から、大日今宿までは、大日線や千葉内陸バスの四小線と同じルートを、走る。桜市、コミュニティバス。 桜市、コミュニティバス専用車となる CG-187 号車、止水触れ合いタクシー形成電鉄が運行していた路線の移管を受けたものである。2006年10月2日から JR 船橋駅、JR 津田沼駅での乗車扱いを開始、2008年8月1日から JR 船橋駅始発の便の運行を開始し、二千十年一月十五日から、 JR 船橋駅始発の便を JR 成田駅西口まで路線延長した。また、2010年8月2日から JR 船橋駅始発便を新橋駅始発に変更し、途中一部区間での経営地が変更となった。なお、八千台台駅、勝田台駅からの乗車も可能である。2013年7月1日から JR 成田駅、西口駅を 成田空港第二ターミナルまで延長。さらに土休日も JR 船橋駅始発で成田空港第二ターミナルまでの運行を開始。なお JR 津田沼駅から藤崎、大久保十字路、奈良市の市営住宅、宮間車庫への運賃は、京成バス、奈良市の出張所大久保線、東、奈良市の線の深夜バスの運賃と、ほぼ同額である。 土休日の JR 船橋駅成田空港間の運行は2016年5月8日をもって廃止されたマリンフィールドセンプロ野球開催日のみ運転される臨時のバス路線である本来は京成バス新都心営業所の路線であるが応援で千葉グリーンバスが運行することがある桜ふるさと広場イベント送迎バス桜チューリップフェスタ開催時に 運行された臨時シャトルバス毎年、桜フラワーフェスタ等を桜ふるさと広場で開催される大規模イベント時に運行される臨時バス。再販房機には千葉フラワーバスと共同運行となることもある。マイタウン、ダイレクトバス国際展示場駅、幕張メッセ中央は一部便の未停車。一部便は東京駅やいすぐちが起点。2010年3月15日限りで廃止。 桜観光循環線は桜市内の観光施設の連絡と地域活性化を目的として2007年2月に開通した循環路線である土日祝日当分の期間のみ運行され運行時間は朝9時頃から約1時間ごとに16時頃まで桜城市及び旧城下町の範囲に点在する施設と京成桜駅 JR 桜駅を結ぶルートとなっていた 本路線の停留所には城をモチーフとした独自の標識が設置され、車両は主に待つが、丘線の小型車が使われていた。バス車内のアナウンスは、バス停留所付近の観光案内や歴史などを案内する。他の路線には、このようなアナウンスはない。途中のバス停留所は、以下の停留所のみである。国立歴史民族博物館停留所は、正面玄関近くにある。 宮古寺町は、ルート上を2回通ることになる。運賃は、一部を除き初乗り160円。京成桜駅から一周して、京成桜駅までは170円。全線で、千葉グリーンバスが発売している、桜観光フリーキッの指定区間であった。2011年7月に、突如、シーズン運行に移行する旨が発表され、3月、4月、5月、6月、11月の、 土日祝日運行のみに変更された。翌年2012年10月には、毎年11月は今後運行しない旨が突如発表され、臨時路線化をさらに進めた。さらに2014年2月4日には、3月のみの運行となる旨と減便が突如発表された。2014年は3月のみの運行であったが、12月に旧掘っバス停が正式に廃止された。 2015年2月12日には、同年2月28日をもって、路線廃止となる旨が発表されたが、もともと2014年3月の運行を最後に、一切運行されていなかった。なお、桜観光フリー切符も、2015年2月28日で、発売中止となった。桜市循環バスは、桜市北部の交通不便地域を運行する、コミュニティバスであり、 桜市の花である花あやめが描かれた専用塗装の小型バスが使われていた。路線は2ルートあり、いずれも1990年代まで万道自動車印在出張所管轄の路線が撤退した地域の廃止代替バスとして運行されていた。飯野の町停留所は当時の湖畔総集店と同じ場所である。2013年11月30日をもって運行住宅を解除し、 山陽自動車へ移管されたが、2018年12月1日より、ルートを変更の上、桜市、コミュニティバス、内号ルートとして、再度受託した。平日6往復、土曜休日は、四水プレミアムアウトレット行きは6本、幕張行きは5本2015年4月16日、開業。2018年3月11日に、定期運行を一旦休止、 2018年4月28日から5月6日まで、一往復を運行後、路線廃止。2019年4月1日付で、千葉レインボーバス線美車庫に移管。四街道駅を発車する専用車2020年4月1日、一般路線化により運行終了。千葉グリーンバスの保有車両は大部分が、いすず自動車製で、京成電鉄、桜営業所時代のメーカー選択を引き継いでいる。 車番表記は、京成電鉄から引き継いだ車両は繊維に、桜営業所を表すアルファベット S と数字3桁であったが、千葉グリーンバス発足後の導入車両は、他社からの移籍車両を含めて、アルファベットを CG マイナスとしハイフンの後に、数字3桁の表記とされた。車両の塗装は、千葉グリーンバス発足当初は、京成バス塗装に緑色で、 千葉グリーンバスの文字を入れた京成電鉄からの引き継ぎ車両も多かったが、現在の配置車両は白地に、車名の通り緑色と灰色、青みがかった紫色のアクセントを入れた桜氏をイメージした塗装が基本である。主力は大型車のイスズエルが中型車のイスズエルガミオで、外見からは区別が難しいものの、日の自動車製のブルーリボン2も導入されている。 大型車はかつてソメイノ団地線や、角営団地線などで長弱の3、扉車が使用されており、ソメイノ団地線では、クリーム色をベースに、緑色と紫色のアクセントを入れた、独自塗装の車両を使用していたが、現在は、基本的に短弱車が選択されている。なお、角営団地線が、京成バスから移管された際、長沼営業所花見川車庫より一部の大型車が、 形成バス塗装のままで転入しており、その中には、社長が、やや長く、中扉を4枚折り戸とした車両も含まれている。ワンステップバスの比率が高いが、近年では、中型車を中心にノンステップバスの導入が行われ、2013年には、千葉グリーンバスで初となる大型ノンステップバスが、導入されている。2012年導入の CG-181。 放射以降の申請車両から、レシップ製の液晶式運賃表示器、五角形のつり革を採用するようになった。その他、松が、岡線や桜観光循環線、桜市循環バス用として、イスズジャーニー J、日野、ポンチョ、東方大学医療センター桜病院、送迎バス専用塗装の L ミを、日野、DS が在籍する。高速バス車両は、マイタウン。 ダイレクトバスとシニア行バスに使用する三菱不装、エアロバス、イスズガーラが在籍する。ワンロマ社の三菱不装、エアロスターが在籍し、当初はシニア行バスで主に使用されたが、その後は一般路線や貸切輸送で主に使用されている。2019年10月26日早朝、台風21号接近に伴う豪雨災害により、 多摩地車庫近くを流れる鹿島川が氾濫し、本社営業所と多摩地車庫が1メートル以上冠水した。その際に車両を別の場所に避難させるなどの対策を講じたものの、所有車両63台のうち避難が間に合わなかった3台が水没。うち1台は京成バスから遺跡したいすずエルガジェで、水没したバス車庫の様子はテレビニュースでも報じられた。 避難させたバスも含めて、約40台が冠水し、水没した車両のほか、機器などが破損し、運行不能となった車両や、従業員の救援などに使用し被災した車両など、合わせて十数台が廃車となり、運行の見通しが立たないほどの大きな被害を受けた。その後は全路線で、通常の4分の1程度で運行し、 京成グループのバス事業者からの車両応援により、同年11月16日に全路線で通常運行を再開させたが、それまでの間は運休、または1時間に1往復など臨時ダイヤでの減便運行を強いられる事態となった。桜市と京成電鉄が2020年3月20日から4月12日まで開催する桜に染まる街、桜キャンペーンの一環として、 千葉グリーンバスも、京成桜駅の停留除名を期間限定で、京成桜駅に改称したほか、京成桜駅行きのバス方向幕を、京成桜駅行きへの変更や、京成桜駅を経由するバスの方向幕には、桜の絵柄を入れるなどの変更を行った。ありがとうございます。